体当ては忍びか。忍び装束は五大国それぞれだがな。連合の新しい軍団か。この江戸転生の術者は誰だ。僕は兜。あなたの江戸転生は特別製です。前世紀以上に仕上げておきました。だからここで見せてください。ウチハ伝説の力を。おかろ。豪華滅却。水軍水利兵器。車輪眼になっとる。アルト、行くぞ。ラテンシェリケ。私たちはもう釣られちまったのさ。多すぎるな。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。この体に何をした。前世紀以上に仕上げておいたと。勘違いするな。お前の作った力ではない。次元が違う。神の力か。何もせんうちから己を捨てるな。空を飛ぶ忍び。ならあれは岩の両天秤の小僧か。2個目はどうする。大の木。なんだ綱手様。このままでは。私が行く。生きておられる。ただし重傷だ。これが陸道仙人の力。あの戦いで初代柱間に負けたものの、あなたは柱間の力の一部を手に入れた。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか。口寄せの術。九尾はまだ捕らえられてないようだな。体が熱い。わしを呼ぶこのチャクラ。あの少年が九尾の人中力、渦巻ナルト君ですよ。オクトン樹海交換。多重影分身の術。大玉ら天眼。お前の言う通り、なかなかのやつだ。わしが相手をする。無茶だって。もうボロボロじゃねえかよ。もう少し術を試したいんだ。まぶいと言ったな。転送の術の用意をしろ。無理なんです。本来早すぎる転送に肉体がついていけず、ズタズタになってしまう。まぶい、転送の準備をしろ。
人分だ。飛来神の術はあいつのために使ってもらう。綱手のばあちゃん、まさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。ちょうどいい。これくらいでなければ試しがいがない。養豚妖怪の術。攻めはなかなかだが、わしのスピードでもガードしてくる。いっそ待て。しつこいな。霧が来る。火獣眼の術。カツオ。絶対勝つ。オトン、桜流眼の術。何を。水鏡の術。宇高だ。お前人中力だったのか。六尾の人中力、世界を作り上げる。そのためにお前が必要だ。もらうぞ六尾。生き返ったと思ったら自分の意志とは関係なく別の道を歩かされている。そんな奴らの言いなりでいいのか。話に付き合ってくれてありがとう。こいつらは元人中力どもだ。しかも全員片目はシャリンガンで、もう片方がリンネガン。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って穴が二つある。お前らマダラは俺たちが止める。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ絶望ばかりを見てきた。違うか。いい動きだ。それじゃダメだビーノ。おっちゃん、前戦ったペインの陸道と同じだ。あの時はそのチャクラを受信するためにみんな体のどこかに黒い受信機が刺してあった。あれだってばよ。攻撃を食らって捕まえりゃいい。ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。チビヨサビのキラービーだぜ俺様が。ビジューハチマキ。すげえ。封印術
オクトパスホールド。体全体を完全に覆い、固まって動きを止める。んした？いや、すげえ感じで敵がパワーアップ。あのお面野郎、地面に隠れてやがったのか。虫食い猫詰め。なんだこれ。同じ人中力でも6対2では分が悪そうだ。撃！コドハ混合力殺到！カカシ先生に激マヤ先生！こっちにもシャリンガムがある。そしてコドハの気高き青い猛獣もな。やめろ！なんでこうなんだよ！外で試すか。この目は闇がよく見える。完全にはコントロールできていないようだ。ずっとやってきたことだ。ハチビ、てめえとビーとかいうガキだけが特別なだけだ。俺は分かってんぜ、キュービー。お前、ごちゃごちゃうるせえ。さっさとやっちまえ。キツネがタヌキ寝入りしてんじゃねえぞ、こら。ハチビとキュービーが喧嘩してる。大キック、始まるぞ。第六警門開。三人そっちへ行ったぞ。ナルト、どうするか。ペインの術を使ってこないぞ。使えないのかもしれないな。さて、では少し強がってみるとしよう。キュービシャから影分身で誘導しかけて。そんだけ分身してりゃとっくになるとは瀕死のはずだ。挟まれた。うわっ、影分身の術。はい、お互い背中は任せるとして、おっかるか。ライン、ライデン、第六啓蒙、カイ、アサクジャク、ナルトを放せ、この猿。今回もその気なら力を貸してくれても構わねえぞ、こら。お前、ナルトがどうなってもいいのかよ。わしはお前とは違う八尾。キュービー、今のお前は一時に結節した仮の姿にする。死の足らぬただの不安定な力でしかない。お前ら美獣は動力者のしもべでしかない。黙れ。お前の力は強大すぎる。悪いが野放しにはしておけん。人間の語ることは。あなたも私もついてる方じゃないのは確か。今度はこんなガキか、忍びどもめ。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ナルト！で、お前俺に食われてっけど、どうすん。俺を止める方法ならあるぞ。代わりに鎖を解いてくれるってんなら教えてやらんでも。
俺は基本人中力の人間を信用しないことにしている。俺様をお前が助けたとしてもお前の味方になるなんて思うなよ。ああ当然の反応だな。戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。話は戦争の後だ。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれ、どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。あのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。憎しみに振り回されんのがいい気がしねえってのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしは憎しみの塊だ。ならオッケーだ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。うん、偉そうなことを見てきた。お前がわしにわしたち美獣に何を語ろうと無意味だ。本心は伝わってこん。じゃあちょっと行ってくれ。急げ、マダラの奴がお前の居場所を嗅ぎつけた。このまま四尾ごと俺の中へ引きずり込んで。口開けろ、ナルト。出ろ、ここから出ねえと。食べ過ぎ。よっしゃ、外出た。あとはいいか、俺の首元をよく見るんだ。そっからチャクラの鎖が出て俺たちを縛る。首元へ移動しちまう。往生際の悪いやつだ。くそ、どこだ。見つけた、あれだってばよ。ここだ。マルトメ、その杭は直接触れているものを縛る。ナルトメ、あの杭を抜いただと。ならば、うわっ、やるじゃねえかお前。なんで鎖が残ってんだ。あの杭はな、人中力の体に俺のチャクラを一時縛りつけるもので、俺のチャクラは面のやつが下道魔像を介して握っている。お前らの大切な美獣はこいつらでいただく。やばいぞ、どう見ても。見てろよ、最近はよく話しかけてくるようになったじゃねえの。力を貸してほしければそうしてやらんこともないぞ、ナルト。その前にきちんと言っておかなきゃなんね。向こうのマダラの時はサンキューな。礼なんかするな、気持ち悪い。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。暇つぶしだ。その目つきは治んなくても、まずそういうとこ直していかねえから。いつまで経っても。